グランドターク島は、タークスカイコス諸島にある島。タークス諸島で最も大きい島であり、面積は18平方キロメートル。タークスカイコス諸島の首都である、コックバーンタウンとジャックス、マッカートニー国際空港がある。この島は、地域の、行政、歴史、文化、金融の中心であり、人口はこの地域で2番目に人口が多い約3720人で、ある。 島の名前は、島に生えるサボテンの一種に由来する。ターク・エス・キャプチャー・カクタスというサボテンであり、オスマン帝国のフェズという帽子を連想させる、独特の帽子のような部分がある。最初にグランドターク島に入植したのは、バミューダ人であり、1681年のことである。彼らはこの諸島に生炎業を起こした。1766年には首都になり、 そのしばらく前から少なくとも19世紀初頭までグランドタークはグランド海と呼ばれることもしばしばあった。バハマのグランド島やケーマン諸島のグランドケーマンとは違う。グランドターク島は1962年にマーキュリー計画でジョン・ハーシェル・グレンの乗ったフレンドシップ7がグランドターク島の南東沖野という近傍に着水した時に国際的な注目を集めた。 フレンドシップ7のレプリカは、島にあるグランドタークアイランドエアポートのエントランスに展示されている。1966年、少なくとも5台のアルカスという観測ロケットが、グランドターク島からアメリカによって打ち上げられた。クリストファー・コロンブスが1492年に、新大陸を発見した時、最初に上陸した陸地であるという可能性がある。 サンサルバドル島かバハマのサマナ島が、コロンブスが最初に上陸した地点であると伝統的に考えられている一方で、コロンブスの西にあるグアナハニ島についての記述は、他の候補地よりもグランドターク島の方がより、当てはまっている、と信じる者もいる。ありがとうございます。